大宝寺は、鎌倉市大町にある日蓮宗の寺院。三号は、田福山。海山は一条院肘承認創建。本尊は、三保祖師。境内には、佐竹市の守護神社の田福明神社がある。旧本山は、松葉が八妙法寺。通り市、堀の内保園。境内地は、佐竹屋敷跡と呼ばれる。 佐竹氏の演祖にあたる源義光は、栄光三年の後三年の薬選章は、日頃から信仰していた、多福大明王人の加護によるものとし、この地に、多福神社を建てたと伝承される。その後、この地は、源の頼朝により、佐竹秀吉へ与えられて、屋敷を構え、代々佐竹氏の館となったに、頼朝に基準し、欧州合戦で武功を挙げたため、御家人となる。 王衛六年に佐竹義盛が若くして出家した福寺を建立した。一旦、廃寺となった後、文安元年に一条院肘商人によって再興された。その際、旧事号を三号とし、多福山大宝寺と改名された。明王八年に松葉がやつ明宝寺の非正上人により、八雲神社から多福寺を再び境内に誕生する。ありがとうございます。